日の浅草寺はフェスティボ、カーニボーのにぎわいで、今回はイントロは取れませんでした。ごめんなさい。ブラジル通信、始まるよ。いや、YouTube です。え、でも動いた方がいい。え、動いた方がいい。動いていいでしょ。あ、いらっしゃい。ここも、ここも。なんかブラジル甘いワインなんですね。これ美味しいですよ。あ、で僕はこのカイピリア、はい、これで決まりです。皆さん、カイピリーニャを舐めてはいけませんよ。これなんで茶色かっていうと、はい、サトウキビのお砂糖。あ、なるほど、はい、健康考えて。あ、じゃあ、まあ、酒に砂糖入れてる時点で、まあ、じゃあインド人も好きなの。インドのあのサトウキビジュース、あのワイルドのやつ、肺がすげえやつ。あれあれでうまいですからね。久しぶりですね。4ヶ月ぶりです。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 すいません。いただきます。すいません。いただきます。いただきます。いただきます。奥様。2号さん。です。です。皆さん、ぜひ、浅草で、1000円でブラック、1000ブラック。さあ。うめえぜ。うまい。やっぱうめえぜ。やっぱうめえぜ。この後から来るこの甘、最初のアルコールガーンってくるじゃないですか、うん、その後甘さがピッてくるじゃないですか。まるでお母さんがかけてくれる毛布のような最高だぜ。よし、辛いと持っていきます。おすすめのやっぱいいな。やっぱりこの強い酒にビールっつうのはこれいいな。あの、あ、そういったらブラジルのスポーツバーだと、はい、コロナに、はい、いや、このカイピリーナを、はい、このマグ で、はい、でコロナを逆に差し込んで、うん、カイピローラーでカイピリーナのコロナで混ぜてね。すごい、これ混ぜて一時期の。でも僕の大先輩が、僕が酔っ払って二日酔いになると必ずビール飲めって言うんですよ。楽になるから。水なんか飲むんじゃねえ、ビール飲めどうなんすかね。でもなんか言われてみると確かに楽になったなと思って。はい、ありがとうございます。 OK、 お待たせいたしました。いや、来ましたね、来ました。再登場ですね。来ました。また帰ってきや。そうっす、砂糖入れでございます。海底にはなぜ砂糖を入れるかって、はい、砂糖入れの蒸留所に砂糖を入れることで完成体になるんです。なるほど、わかります。日本の方ね、先に砂糖入れるなんて砂糖なしって方もいらっしゃる。ちなみにトムさん、日本で一番多い名字砂糖ですから。そうですね。砂糖多めで。じゃあもし仮に佐藤さん来たら20円引き。そんなことはないです、そんなことはないです。です。チェイサーウロン、あ、ソーダ割り。見た目は、見た目は、はい、揚げパイ、揚げパイ。中身は、はい、しっとり。いや、今日は逆で、はい、逆でできちゃいます。外側はしっとり、はい、中身、はい、さらっと。で、トモさん、これ具は今日はチーズ。今日はですね、はい、ケーキ、はい、はい、アゼイチ、オリーブ、そしてパーミント、ヤシの新芽、ハーパン。でもヤシの新芽っていうのは日本人はあんまり知らないです、知らないですよね。食感的にはなるほど、ホワイトアスパラと、あ、なるほど、あとは、ホワイトアスパラと何だ、ホワイトアスパラみたいな感じ、あとタケノコの中間みたいな。なるほど、今年タケノコ豊作なんです。ありがとうございます。来ましたよ、パステちゃん。うちは犬もドッグも OK。 よし、いっぱいあれちゃいます。いっぱい、いっぱい何行きましょうか。前、うん、前
前確かブラジルのよう飲みましたね。あ、うまい。甘いのビール、なんかいろいろ言ったけどビールですね、最初。いただきます。よし、うまそうだぜ、うまそうだぜ、です。はい、どうすか、お嬢どうすか、ニコニコして、おいしい。ブラジルシュラスコ生ソーセージ、うん、リングイッサ、うん、詳しくはリングイッサって言われると、うん、いっぱいできる。トマさん、これはあれですか、生からきちんとお店で焼き上げて、生でもその、いわゆる腸詰めみたいな、はいはい、ニンニクとか、うん、豚肉とか、うん、合いびきみたいな、うん、作られてる、うん、美味しいシラスコとかで、結構ガーリックとか、これ、そのままでもすごい合ってる。今もうお嬢も皆さんね、はい、生で美味しいと。生じゃない、ごめんなさい、何もつけずにそのままいけるよと。本当は野菜ソースみたいな、なくても美味しい。ただあるともっとまた爽やかに、そう、ビナグレッジ、そう、あ、うまっ。これじゃダメですね、だから取り直しましょう。はい、メニューね、はい、それはちょっとでも変更点があるっていうことは伸びしろがあるってことですよね。いや、やることいっぱいですわ。そうです。あ、うまい。でもこれうまい。よかったね。今日ブラジルのシュラスコまではできたけど、これでもあれですね、お嬢、あれですね、横にライム乗せたらいいですね。そのフレッシュ感があるよ。そうですね。うちはやります。今日はね、ビネガー、サルサソースないからライム。これあのね、ケニーさんが出てっていうから。そうそう。それもあり。ケニーさん、うまい。皆さん、天才ブラジルさんはこうあの店前で飲んでますと、あの花屋敷丸見えす、ジェットコースター、ロケーションはそういう意味では超いいと思います。ナイス。次にご紹介するのは何すか、トムさん。こちらは日本初上陸、はい、なんとなくブラジルより、はい、ピーナッツ、ピーナッツ、本当にクオリティ高いです、はい、でこれピッカーニャアーリオ、はい、ピッカーニャっていうのは、はい、ブラジルシュラスコでも一番人気の、はい、イチボ肉。あ、なるほど。ブラジルはお尻なんです、はいはいはい、お尻がやっぱ、まあ、それしか知らないんだけど、高級部位のね、イチボで、こんにちは、はい、どうぞ1000円で、1000ブラ、かわいいぜ、ね、かわいい。そしてアーリオ、はい、これガーリックです、はい、ガーリック風味のシュラスコ味。なるほど。これはぜひ。あらす、日本初上陸、初上陸、はい、こんな感じ。これがここでは常におつまみとして置いてると、はい、最高です。最近始まりました。あらす、はい、よろしくお願いします。いただきます。あらす、行ってみましょうか。です、あ、これね、だしの味がする。いいですよね。出汁の味がする。出汁だね。うん。入ってます。これもう使わないですよ。これ絞っても美味しい。でもオレンジとかやる。あ？ハイボール。ハイボール。カキの割り。トムさん、これ何でしたっけ？これはブラジルのカレー？ストロガノフ。ストロガノフ。ストロガノフっていうとロシアのイメージが強いです。はい。ブラジルも美味しいストロガノフなんで、これは。ブラジル玉ねぎとマスタード、はい、マスタード、ワインとあとケチャップ、ワイン、あとはチキン、酸味と甘みがあるからですね。見た目とはちょっと違う味です。なるほど、はい、美味しいです。めちゃくちゃ美味しいんだ。じゃあ締めにはちょうどいいですね。締めの飯、まあ、あの豆ご飯が一番有名ですけど、
多分これから食べてらっしゃらないで、でこれは何を隠そう日本のブラジルコミュニティっていろいろありますけど、はいはい、これは静岡県浜松の僕の友達が作ってくれた。なるほど。でうちは小深夜、小深夜は、はい、岐阜のブラジル人で、うん、なるほど。でそういうコネクションを大事に、そうなるほどね、日本のブラジル人を応援してます、そういう会です。ということで来ました。はい、ありがとうございます。ケンジさん食べたことがあるというので、ね、電池がないじゃん、食べなかった。です。いらっしゃい、ブラジル。でもあのコクがすごいある、肉のコク。これね、家で簡単に作れます。うまい。生クリームはね、やっぱりでもこれさっき言い忘れましたけど、生クリームはもちろん、これでもトムさん、これやっぱ締めにいい、このぐらいの暖かさ。ああ、終わった、ありがとう。そう、あの暖かいものを最後胃に入れると、やっぱ落ち着くんだよ。あ、これはいいわ。それいい。うん。うまい。おいしい。ありがとうございました。ムートボシュコード、ありがとう。ブルーノ、喜んで。ね。どうぞ。またありがとうございます。もう本当に皆さんお待ち申し上げております。秋、はい、ここに浅草にブラジルあります。1000円でブラジル、1000ブラ、これ今後も続きますよ。これからほら、はい、春夏ですか。そうっす、もうちょうどいい時期、いい時期ですね。やっと本領発揮です。はい、ありがとうございます。あのケイケイさん、ありがとう。あの天才ブラジルさんは締めのご飯もありますから、締めのご飯飲んだ後他行かなくていいです、はい、ここで終わるんで。あのねまだスペシャルな企画があるんです。考えてる。あの皆さん詳しくは天才ブラジルのインスタグラム、それリンク貼っときます。チェックしてください。貼っときます。もうドーミスノンパイクアンプレスね、ダボ中途様飛行ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、飲みましたけどね。今日はあの随分とファンキーなあのお客様とねお会いいたしまして、まあ、楽しく飲めたんじゃないかなと思うんですが、まあ、あの店主のトモさんがどうやら飲みすぎのようで、あの足がぼっこり腫れてましてね、あのその点は大変なんじゃないかなと、まあ、今の子供ぐらい大騒ぎですよ。ということでこの後ねちょっと軽くニューコイドによって帰るのもいいんじゃないかなということで、今ケンジさんとねお話をしました。ごちそうさまでした。トモさん、また来ます。麺類でねちょっとあっさり系のサルサソースが乗っけてあっさりツルツルいけるやつがあってもいいんじゃないかなと僕は思いました。ごちそうさまです。